何してる時間、何してる時間が一番好きなんだけど、ポワーっとしてるんですよ。ここにいると4時頃だんだん朝日が昇ってきたり、でもその時はお酒飲めないから、夕方の夕日、また夕日が綺麗なんですね、夕日をなる。やっぱり自然とこう会っていくことが嬉しいですよね、夕日が沈むまでほんのわずかな時間をね、ポカーンと一人で過ごすって、その無駄かなと思うけど、その無駄がすごくいいんです。すごく大事。私美容院に行かない人なの、お着物なんですけど、美容院に行く時間だったらポカーンとしてた方がいい、フルムーンって島から出てる、お月様もあんまり、その日に髪の毛切ると幸福になるみたいなことを、なんか魔法使いのおばさんが言ったのね、魔法使いって占いで中国人の人は大昔、こう水飴でずっと体を持ったでしょ、転びそうになると引っ張ってくれるとか、なんか失敗しそうになると起こしてくれるとかって言って、それはそういうおまじないみたいなのがあって、そういう髪を伸ばして編んでたんですって、それと同じようにフルムーンに切ると、そうなんていうか1ヶ月に一度ね、そういう時に切ると幸福って言われて、あ、満月だと思ってパチッと切ったり、自分でね、その毛先だけ、毛先っていうかこれくらい、時には10センチぐらい切る時もあるけど、あ、忘れちゃって伸びちゃったなっていう時は長く切るけど、その他はちょっと適当にフルムーン忘れないように、幸福が欲しいから幸せになりたいと思う。せめてそれでなれるならやっといた方がいいじゃないの、幸せになりたいから、